皆さん、お疲れ様です。じゃあ、僕のゲームでございます。ということでね、ウィラプレイ2019、今日もやっていきましょう。ということで、今回はですね、こちら、ジョタ、使っていきたいと思います。というのも、この選手ですね、ちょっと前に出した、アラン・ベラスコという白玉最強グラスドリブラーのね、動画、あそこのコメント欄でね、ジョタもね、めちゃくちゃ強いですっていうコメントがあったんでね、ベンフィカのスカウトをオークションでね、しっかり獲得して、そして他のスカウトとね、組み合わせてジョタ獲得しました。この選手ね、コメント欄にもね、やっぱあった通り、マジで強い。能力がおかしい。白玉の選手は思えない。ボールコントロールとドリブル。ここがですね、89、90と鬼高くですね。キック力からボディコントロール。ここをね、アラン・ベラスコのね、さらに上を行く能力。こりゃやばいよ。スピードと瞬発力は共に94で、もうトップ。突破十分、そしてキック力もあるんでね、ミドルとかもガンガン狙える。で、逆足頻度精度44と、スキルもですね、これアラン・ブラスクに負けてないと。シザーゼらしく、レッド、シャペル、エッジターン、足のコントロール、足元系非常に多く、スキル追加のアイテムでダブルタッチつけちゃえばね、特殊ダブルタッチも可能なジョタ。ただね、ちょっとスキル追加のアイテムしか持ってないんでね、そこを狙うことはできなかったんだけど、エッジターンだったりルーレット、この辺もしっかり出していきながら、プレイスタイルがウィングストライカー。抜け出しの部分とかね、一瞬のそのスピードの部分、そういうところ生かしていきたいですね。アラン・ベラスコ超えるぐらいのね、ドリブル能力、突破能力持ってる選手だと思うんでね、早速試合の方やっていきたいと思います。いきましょう。さあ、オンライン戦対順調タイ、いきましょう。ジョタジョタジョタ、よーし、 OK。 普通、メッシ好調で、サラー絶好調。あー、中盤やばい中盤やばい、中盤で、さあメッシ真ん中持っていこうかな。メッシ真ん中でドンナルマ変えて、ディレクト不調だけど続行で。さあ、ワイドキーパーレイの FP でクリバリーで、ロナウド真ん中ですね。よろしくお願いします。アラン・ベラスコ以来のね、白玉メイン動画ですが、まあ、ジョタのね、突破のそのスピシュンですよね。ここが共に94という、なかなかのね、スピシュンお化けなんでね、白玉でこのスピシュンはすごすぎるよな、ほんと。ナイス。ジョタをちょっと軸にしつつ、あんまり来ないですね、あんまり来ないんで、こっちから行きます。 OK、 このタイミングで来る。いやー、無理か。さあ、ジョタウィングストライカーの動き見せてくれ。いい動き、よし、ナイス。ウィングストライカーの動き見せてくれ。いい動き、よし、ナイス。ジョタドリブルだけじゃないんです、やはりこの動きのね。さあ、ジョタこの調子で得点奪っていこう。まあ理想としては、やばい、危ねえ。 OK、 フック、ナイス。ここでちょっと溜めたい。そうそう、ジョタ、いや神だろ。ナイス。ここでちょっと溜めたい。そうそう、ジョタ、いや神だろ。神すぎ、ジョタ。ジョタゲー来たー。いや、もうジョタのね、キック力もあるという、ここ注意だね。ディフェンス、ロナウドの裏、オッケー、しっかりしっかりとディフェンス。いやー、ここ繋いでくる。オッケー、これはクリアしましょう。さあ、前半が終了戦、よし、ナイス。状態得点。2点目ミドルは、まあ、ドリブルからの激アツのクロスバーで、あれ熱かったね。で後半ですね、さらにやっぱドリブルの突破ですね、していきたい。ここで落ち着いていって、まあ、縦に匂わせれば一瞬でかわせるんでね。いや、ジョタいけるぞ。ああ、ちょっと、くそー。マラン・ベラスコみたいにね、究極の特殊ダブルダッチ、ネイマールと同じね、あれ自体はないんだけど、ノーマルドリの切りが半端ないですね、やっぱ。ナビゲーター逆で、ジョッターに出すふりして、こっちですね。一旦ここやって、ここ、いやー、神ジョタ、ち
ちょっとちょっとちょっとここやってここいやー神ちょっと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 ナイスキレがもう熱すぎさあまだまだ行こうまだまだ得点乱しますよショタサンキューメッシーなんで1個ためがでかかったねあそこガチでおおそれはきついそれは聞いてナッシング落ち着け落ち着け落ち着けナイスショタもうディフェンスもやっちゃうっていうおーあかん最後守る絶対守るパスクリアサンキューそしてあるぞチャンスまだジョーター行こうルーレットシュートちょっと違うな今のはもうまだあるかオッケー3対0ジョーターナイスもジョタジョタジョタだったねこれ2点目がねここジョタここ粘ってね粘ってここクリバリもかわしてここマジでこれ熱すぎるこらっそ、ジョタ。ちょっと、ジョタ、使用してね、もう一試合ね、やっていこうかなと思います。まだまだね、ちょっとドリブルジョタやりたいんでね、もう一試合、早速やっていきましょう。レディゴー !2 試合目、ジョタ、いきましょう対人戦、ゴーよーし、オッケー普通、メッシが好調で、サラーも、先ほどと同じパターンいこうかな。またここ調子いいんで、あとは、ここでさすがにラメ不調をナビゲーター好調ですね。で、これ、いい感じ、いい感じにまとまりましたね、これ。なんだかんだでまとまって、お相手がレーブ監督、ジアシュ FP で、ムバッベで、リンガードによろしくお願いします。縦突破に匂わせながらの中切り込み、これ軸でね、いきたいと思います。ナイス。よしよし、ナイス、ジョタ。ルーレットとか地味にこれ効いてきますからね、こういうところ。これ、ジョタで、ここに当てて、ワンツー仕込んで、あー、無理でしたね。ちょっと一旦、お、ある。いけ!うわー!ディフェンス当たるか。いけあと一歩だったんですけどねいやーでも今シュートまでしっかりいけたんでねジョタこの調子でいこうさあ前半ちょっと得点欲しいねルーレットナイスよーしジョタナイスルーレットナイスよしジョタナイス体をなんかクーって入れながらのやつめっちゃ強いなやっぱさあこの調子ででここでよしよしオッケー前半1-0ただいい環境でねドリブルおーパス勢が多いがナイスメッシさあここはアーノルドが中いっぱいオッケーファールじゃないこれよしよしギリギリもうギリギリまでねギリギリまで行きのスライド自分で得たフリーキックはね自分で決めるこれがジョタ流ジョタ流ですよジョタあーなにすいやー戻ろうここサンキューカウンターカウンターディレクター上がろうナイスパスピケをかわしますエッジターンからだねエッジターンよしエッジターンからだねエッジターンよしこの角度というか距離感エッジターンは意外にも相手対応できないんでうわーうまい横パスの可能性があるそこで寄せるそうでこれカウンターでメッシ惜しいやばい。OK。
うわーやばいやばい、うわーエルガーやっぱ、うわーやばいやばい、うわーエルガーやっぱ、あのムバッペ距離感はやられた。あるかなこれ、よしよし、あーいやーあえあーこっちのファールか、くそー、最後ジョタ行きたかったけどね、もうなんかもうジョタからね、もうスタミナやばいですって聞こえたようなね感じで、あと一歩でしたね。いやーオッケー、ただ2対1、ナイスジョタ。ちょっとまずここやっぱメッシからね、ジョタで、ここはちょっと足元でルーレット、それでここのねちょっと粘りというか、そうピケ、まあ、クリバリーさんピケがねどちらかというと後ろから来てるんだけど、そこをボディーコントロール力ね、ここがあるんで、これだからね、まあ、1試合目でもベラッティ相手にこういう局面がありましたけど、やっぱここのちょっと強いよな。あとはもうここはクリバリーとの完全1対1、最初縦ちょっと匂わせて若干ずらしのエッジターン、これはね、あの相手が結構対応しづらい。正直これもう縦というか切り込んでもあるし、もう一個縦もあるんで、クリバリもどっち読んでいいか分かんないところで、ちょっと一瞬のねチョップ、エッジターンチョップみたいな、エッジターンでアラン・ベラスコに続き白玉選手のジョタ使用でしっかりね勝てたんでよかったかなと思います。ということでぜひですね皆さんジョタ獲得してみてください。さよなら、バイバイ。ご視聴いただきありがとうございました。もしよければチャンネル登録、高評価、コメントの方もよろしくお願いします。では皆さん、また会いましょう。ドスクイピーポー。